船岡咲のサキッチョとちょっと一息。はい、みなさんこんばんは。2018年6月15日金曜日21時30分になりました。船岡咲のサキッチョとちょっと一息第3回目の放送です。ありがとうございます。はい、3回目なので番組が始まって早3ヶ月も経ったんですけど、やっぱ月に1回なので毎回緊張がリセットされて、もう3回やってるのに全く慣れないし、めっちゃ緊張、今日なんかすごい久しぶりな感じがしてすっごい緊張してるんですけど、見てくださいよ、隣に空間が空いてます。なんとですね、今日は3回目にして初めてのゲストさんが来てくださいます。そこに座ってらっしゃるんですけどね、いや緊張しますね私の近況としてはですね、ちょうど1ヶ月前に舞台ズッキュン娘さんの夢で会いましょうという舞台が終わりました。皆さんご来場いただきありがとうございました。あの舞台が終わってですね、もう休む間もなくすぐ今絶賛稽古中の舞台の稽古が始まってですね、もう毎日毎日気が休まらない大変な毎日を過ごしてますはい、でもなんかすごい稽古が今すごく楽しいので、なんか今日もねその舞台の話をいろいろさせてもらうんですけど、もう多分時間が足りないんじゃないかなっていうくらい話したいことがね山ほどあるので、皆さんも心して聞いてもらえたらなって思います。いやなんか最近毎日梅雨ってすごい嫌いだからすごい憂鬱な毎日だと思うんですけど、今日は私の番組で癒されてくれたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでですね、この後 CM の後はゲストさんにお越しいただいてたっぷりいろんな話をしたいと思いますので、船岡咲のサキッチョとちょっと一息第3回目の放送も皆さんぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。船岡咲のサキッチョとちょっと一息。はい、21時30分からお送りしております。船岡咲のサキッチョとちょっと一息。それではゲストのじゃーんゲストにですねヨッピープロジェクト代表としてバトルバトラーの舞台を主催する長谷川よし子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。イエーイ、やったー。なんかヨッピー来た途端めっちゃ安心したんだけど、あのうちら話し始めると話がめっちゃグダグダするから、あ、本当時間を大切に、大切ちゃんと舞台の話しよう。私だけさ照明が当たってないみたいな、やったあれじゃ前来たの？いやでもね違うの、もともと黒いの。あそっか、じゃあちょっとやばいやばい、時間大切にしよう。はい、あ、長谷川さんのですねプロフィールを読ませていただきますね。1987年2月28日生まれいちいちこれやってたらマジ終わんないいえいえ、埼玉県出身。2017年に柳原馬さんの PV で芸能界デビューを果たしまして、はい、まあちょっと省略しよう長いからそう、バトルバトラー、前回のバトルバトラーが初プロデュース作品ってこと、はい、そこでプロデューサーさんデビューをしたという感じなんですよね。はい、どうですか、今絶賛稽古中なんですよね。稽古中ですよ。今日も稽古終わりにね、そう雨の中来てくれました。今日はね朝から、そうですね、朝早かったよね今日。朝早い、10時半ずっと芝居して、そうなんですよ。なんかあのですねフライヤーのね画像ができたんですけど、うん、ちょっと見てもらっていいですか。じゃんじゃん、バトルバトラー、え、あのこのフライヤーめっちゃ素敵だなって。いや素敵だよね。いやすごい、めっちゃもうインスタ映え。なんか一番最初は、うん、その役がバレたくなかったから、ね、その全員の、うんうん、
顔は映さずで、ね、ポイントとなるところだけね、さっき市長とそのくんたくん、主演のくんたくんだけは出てたんだけど、うんうん、他の人は誰もバラしてなかったから、ね、そうだったね。いやめっちゃ素敵な、華やかでしょ。そうよ、めっちゃなんか背景赤っていうのもおしゃれ、うん、いいよね、めっちゃ綺麗。なんか私もね、いつもよりも漏れて映ってて、うん、そうだね、うん、あれこの船岡さん知らない、私も知らない、初めまして、初めまして。そう、あとですね、個人個人のですねビジュアルもあって、ちょっと長谷川さんのから見たいんですけど、お、見せてもらって、はい、うわ、あ、この人誰でしょう。漏れすぎでしょう。ちょっとね、頬を削っていただいて、ね、削、それ言っていいんですね。あ、もう言っちゃいましょう、今日は。すごいシャープだね、確かに、はい、ごめんごめん。本当のこと言ってるね。そんなことない、シャーピングなのよ。そう、シャーピング、すごい、これヨッピーすごいかっこいい、かっこいいでしょ。執事の役なんですよね、今回ミナトさんは。そうなんです、今回は戦う執事、前回は、うんうん、あのスオフォンファっていう主側を演じてたんですけど、うん、そう、あ、そう、なんか今回主と執事っていうね、はい、関係性がかなり大事で、大事で、ね、かっこいい、はい、男の子みたい。そうだよ、もう執事っていう生き物は男しかいないから、うん、そっかそっか、そう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 、じゃあ、ね、性別まで変えて、性別まで変え変えてこの舞台に、もういろんなとこ変えて。でも嘘つかないでください。ごめん、平気で嘘つくんだ私。やめて、一応生なんでね。あ、そうだね、そうそうそう、ね、そして、ね、そして私のビジュアルも見ていただきたいんですけど、あら、わぁわぁわぁ、かわいいね、かわいい、これは頬は、ね、私これ多分削っ、もう削ってないと思います、これだって結構丸い。私は小春音という役をやらせてもらうんですけど、はい、私は羊ではなくて主なんですけど、はい、なんか普通じゃないですか、私。そうです、もう普通の OL なんで。そうか、なんかみんなは華やかな衣装が多い中ね、そうそう、クマのね、ぬいぐるみを抱いて、このクマがね、あのポイントとなるかもしれないという、うんうん、いやもうそう言ってる時点でなるんですけど、そうだね、なるから言ってるよね。なるから言っちゃったね。そう、いやなんか本当ビジュアル素敵だから、これが舞台にみんなが並ぶと、うん、すごい、それだけですごい華やかっていうか迫力のある舞台になりそうですよね。そうだね、もう全員が、うんうん、あのカラーが違うので、うん、今回はそうそうそう、なんか執事と主の2人組のペアが、うん、何組いらっしゃるんでしたっけ、13組います。13組いて、はい、それぞれのペアごとにイメージカラーがあるみたいで、はい、そうなんですよ。そう、さきっちょは、私はさっき衣装がそうだったんですけど、白、白、ホワイトで、ヨッピーが青です。もうだいたい衣装に施されているので、そう、結構そういう細かいところにもね、こだわって、そうそう、だから推しカラーとかの、うんうんうん、T シャツとか着てきない、みんな白 T みたいな。いいね、いいね、いいじゃんね、が明るい、そう、明るくなるみたいな、すごい素敵ですね。そうそうそう、なんかなぜ今回私をこんな大役を、私にヒロインという大役をやらせていただいたのか、ちょっと聞きたいなと思って。いやそうだね、なんかね、うん、結構深いところはなくて、うん、ただもうふと思いついたのが先っちょだったのよ、うん、すごい、それすごいですね。ふと思いついたのが先っちょで、うん、その演出家、脚本家の方に先っちょをイメージしてほしい、うん、ふと思いついたから、なんか、うん、これがこうでこうでっていう理由がなくて、でもスッとなんか先っちょが浮かんだのよ、本当にすごい嬉しい、うん、それをなんか私もカンフェティっていうね、雑誌の取材の時にこれを聞いて、うん、私の当て書きをしてくださったっていうのを聞いてめっちゃ嬉しくて、今この番組でもう一回聞こうと思って聞いちゃいました。知ってたけど、うん、知って、なんか今ね、今聞いたかのような反応してたけど、そう、カンフェティ見た人も多分知ってる。あ、そうだね、そう、嬉しいですね。なんかこの舞台のあらすじを読んでなかったから、ちょっと軽く読ませていただいてもいいですか。 あらすじ、日本の近くに見つかった一つの国、その国はかの昔王国だったと報道された。王国の再建を望む声が上がり、ここに名もなき王国の王を決めるべく選ばれし者たちの戦いが始まる。候補者は12名、この者たちに傷はつけられないこともあり、王への争いを代わりに行う者たちは候補者自身の執事たち。執事の戦いで決まる王の椅子、有名人、富豪、豪族、そして一人の OL、うん、OL である小春音には執事がいない。そんな彼女の前に現れた音の羊を名乗る者、月影学、彼は一体何者なのか、彼女たちの戦いの末に何が待ち受けているのか、王の座とは
てんてんてんという、てんてんてん、このタイミングであらすじを言うってね、あらすじを言うっていう、ここまでいろいろあるじゃん、筋がって話してたのに今あらすじを言う、いや面白そう、何この舞台面白そう、いや面白そうだよね、うん、いや素敵、私もそう思う、なんか戦いってめっちゃ出てきたから、そうだね、すごいんだよね戦いが、バトルバトラーってもう ついちゃったから、ね、戦う羊のお話だから、そういやほんと稽古 もう毎日いるんですけど、当たり前か、うん、毎日稽古当たり前、ね、いるんですけど、うん、とにかく盾がすごい、そうだね、そうなんか通常、うん、あの盾が多いって言われてる舞台、うんうんうん、あるよね、あるじゃないですか、はい、それの3倍はついてるらしいですよどんだけ盾なんだっていうね、すごい盾が多いって言われてる以上の3倍の手数、うんうんうん、いやらしいんですよね、そうで、ね、私はね盾がないんですけど、よっぴ、いやわかんないよ、いやまあこれからね、わかんないよ、もしかしたら熊で戦うかもしれないし、熊で戦うかもしれない、いやでもヨッピーがすごい盾があるんですけど、いやかっこいいんですよヨッピー、ちょっとね反省点も多いんですけど精一杯やらせていただこうかなと思っております。なんかヨッピーに初めて出会ったのがもう3年ぐらい前に共演したあの、うん、青のボヤージュっていう舞台で共演したんですけど、 その時もヨッピー盾があって、うん、あの時もすごい上手だなって思ったのが久々の感覚、お変わらず盾は本当にすごい、盾はおかしいな、おかしいかな、おかしいかな、そう盾、うん、なんだっけあの武器ヨッピーの、トン、あ、いやあ言っちゃうトンっつっちゃったけど、あ言っちゃったね、武器はまだないし、なんだね、トンね、トンカチかな、トンカチやな、トンカチやばいな、これね、あ生放送向きじゃないっすよマジでこの話打ち合わせしとけっていう話だったね、そうだね、ごめん、いや武器言う、ね、言っちゃダメだったね、楽しみにして、ま、そうだよ、ね、トンね、トンカチ、トンで始まるもんですね、トンカチとか、トング、トング、あ、トングトン、いや痛いよ、挟んで痛いから、ね、痛いよ、そう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 、あれだってね、頑張ればさせるから、させるさせる、うん、いややばい、話が本当に尽きないのですが、うん、そうもうすぐ CM なので、はい、CM の後もまだまだいっぱいお話を聞きたいと思いますので、はい、CM の後もよろしくお願いします。船岡咲のサキッチョとちょっと一息、はい、21時30分からお送りしております、船岡咲のサキッチョとちょっと一息、ゲストにヨッピープロジェクト主催の長谷川よしこさんをお招きしております。よろしくお願いします。はい、引き続きですね、舞台の魅力を伝えていこうかなと思うんですけども、はい、今日はですね、番組宛てにたくさんメッセージをいただいたので、メッセージコーナーに行きたいと思います。ありがとうございます。本当いっぱい来たので、うん、全部はちょっと読み切れないかもしれないんですが、はい、では紹介させていただきます。一応ネーム宝田さんからいただきました。宝田さん、よしこさんに質問です。おプロデューサーとしてさきちゃんにお布団ファイトをやらせたいとか願望はありますか？昔ニコ生見てましたっていう、何この興味深い話っていうね。あー、それ読みます。なんかあの噂によると、はい、ヨッピーは結構過去にいろんなお仕事をされていてですねそうだね、ちょっと黒歴史じゃないですけど、そうですね、そういうのもあるみたいなんで、もうね、あんま触れない方がいいですか。そうですね、もうこれ結構ブラックホールなんだいやでもすごくない、はい、ブラックホール並みの過去のヨッピーのお仕事を知ってたか。宝田さん、宝田さん知ってた。あら、すごいですね、ニコ生見てくださってた。オフトホワイト何年前なんだろうって感じだけど、ちょっとね、これはね、私揉めましてじゃあちょっとピーですね、はい、そうですね、ほんとブラックホール行きでお願いします。なるほど、ブラックホールという回答をいただきました。はい、すいません、はい、今はもう立派にピーなんで、はい、ちゃんと安心しましたね。ちゃんとやってるでございます。よかった、よかった、はい、面白い、何かね、はい、ちょっと動揺が隠しきれないんだよね。ごめんね、しょっぱなからすごいの言っちゃってそれ読むんで、行きましょう。はい、次はい、先っちょネームさきどんさんからいただきました。今日の放送にはゲストとしてバトルバトラープロデューサー兼共演者の長谷川よしこさんが来られるとのことで、こんなことを尋ねてみたいです。サキッチョの魅力、サキッチョに足りないもの、サキッチョに演じさせてみたい役柄、サキッチョへの無茶ぶりなどなどよろしくお願いしますっていうね、4つの質問が来ててですね。無茶ぶりか、無茶ぶりはちょっと、ちょっとヤキー出ちゃったよ今ちょっと無茶ぶりではなく、無茶ぶりではなく、気になるのが、サキッチョに足りないものっていう。
足りないもの、これ聞きたいな。これちょっと私そんな偉い立場じゃないから、うん、偉いよ P だもん P。 いやまあまあないけどないけど、ありがとう。足りないものとかあります？足りないもの、うん、あまあ、ここで言っていいかわかんない、本当になんかいい生放送だし言っていいかわかんないんだけど、うんうんうん、なんだろう、おっぱい。いやそれは全然言っていい、言っていい。まあね、ちょっと失敗会の横綱、うん、ね、西の西の横綱、西の横綱、はい、なんで西なの？西っていうのは別に関西人でもないのに、西っていうのはまあ東よりも下っていう意味で、あ、二番手的な、二番手という、あ、いやそこに話が広がるんですね。はい、あ、二番手、あ、そこだ。日頃プライベートでも結構二番手なことが多い。あ、二番になりがち。二番手。怒られるわ。マネージャーさん来てない。来てない。大丈夫。大丈夫なんだけど、うん、時間大切にしよう。今日のテーマ。ということで、ね、はい、さっきちゃん足りないものはおっぱい。おっぱいですね。そう、はい、でも今回の舞台はね、私おっぱい全然なくて大丈夫な役で、あ、なくて大丈夫なやつ、ね、うん、なくて全然、はいはいはい、もうそんなの全然気にせず、はい、気にせず、気にせず行きますので、行きましょう、行きましょう。もう何個か、もう何個か行こうかな。ほうほう、これにするね。先っちょネーム、京井さんからいただきました。名岡さん、長谷川さん、こんばんは。こんばんは。お二人は以前からお知り合いとのことですが、知り合ったきっかけ、お互いの第一印象、お二人の間の絆を教えていただけますか。バトルバトラーの舞台上のお二人に会えるの楽しみにしていますということで、ありがとうございます、来てくださる。あ、嬉しいですね。嬉しいですね。知り合ったきっかけはさっき話した。そうだね、もう青のボヤージュっていう作品で、懐かしい、ヒロインやってて、そう、あの時はヨッピーはなんかもっとしっかりしていやもうね、これ言って、うん、もうね、そのお互いの第一印象っていうのがあって、そうそう、私が思う第一印象なんだけど、うん、はい、あの、ほんと人見知りだよね。人見知りだったかも、前3年ぐらい前はね、そうかもしれない。ずっと端にいて、話しかけても、そうですね、うん、そうです、あ、そうなんですか、そうなんですねだよ。覚えてないから、もうやばいね、だとしたら。あ、もうひどいよね、覚えてないっていうところがもうちょっと ね、全く覚えてない。まあ船岡さんちょっといろんな舞台出てますから、いやいやいや、まあちょっと一つ一つをね、思い出とかがあんまり、そういうわけじゃないそういう意味ではない、そういう意味ではない、そういうわけではないけど、人見知り、私ヨッピの第一印象は、いやなんか本当に今も言ったけど、今と結構違って、うん、もっと静かだったか、それこそ人見知りしてたのかな、分かんないけど、どうなんだろう、髪も長かったし、なんかもっと女の子っぽかった。黒髪のロングで、本当にこのプロデュースとかやるきっかけで、そうそうそう、もう全部髪も染めて切って、うんうんうん、印象も変わったかもしれない。そうだから3年ぶりぐらいにカンフェティの取材で会ったけど、うん、結構印象が変わってましたね。なんか、そうだね、うん、すごい変わった。やっぱ P って違うなって、プロデューサー。あー、やっぱりいや髪ないんだね、さっきから。ない、ないやつ、うん、ないやつ、ないやつ。さあもう一個ぐらい行こうかな。ほうほう、はい、先著ネーム山光田さん、さきちゃんこんばんは。第3回放送おめでとうございます。そして長谷川さん、ようこそ先っちょ吐息に。 ありがとうございます。これからも末永くよろしくお願いします。それぞれ私のここを見てというところを教えてください、うん、ということです。ここを見 て、おー、なるほど。なんかありますか、ここを見て。まあここを見てっていうわけじゃないんですけど、うんうん、まあ、家族とか絆をテーマにしてるので、やっぱりなんかそういったところを感じていただきたいなっていうのはありますね。もう場面場面ではやっぱ見どころもう満載なので、うんうん、やっぱ見に来てもらわないと分かんない、ここに関してはまあでもそうだよね、うん、見れば全て分かるから。そう、見れば全て分かるから。そうだよね。でも確かに絆がものすごいよね。絆を感じずにはいられない、うんうん、シーンの連続っていうか、そう、13組いて13組の絆があるので、うん、もうそれぞれ違ったその家族だったりね、その恋愛とかじゃない愛だったりとかね、そうだね、まあ、パートナーみたいなね、そう、パートナーっていう、そういったね、なんか改めて、まあ、隣にいる人の大切さに皆さんね、うん、あの、まあ、気づいてもらえたらいいかなと
ちょっとやっとちゃんと喋れたじゃない。いや残り2分やからね。危なかったよ。やっと見どころ、それ確かにそれ一番のテーマだから。あ、一番のテーマ言えた、よかった、よかった、ありがとう。誰さんですか？山光田さん。山光田さんのおかげです。ありがとうございます。私の見どころとしては、うん、なんだろう、なんか結構まあたくさんシーンがあって、うん、シーンごとにまあ出るんですけど、シーンごとに私のキャラは成長しているっていうか、うんうん、出てくるたびにさっきとは違う、また違う、また違う、最後どうなっちゃうのみたいな感じで、結構演じてて気持ちがコロ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 変わるから、なんか音に感情移入してもらったら結構一緒に成長してるみたいな気持ちになってもらえるのかなっていう、誰でもこう親近感の湧くような普通の女の子っていう役なのが、うん、あんまりありそうでなくて、うん、そこが見どころかなって思いますね。うん、そうだね。だよね。本当にね、やっぱこの2時間の舞台で、うんうん、なんかどん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 成長していく姿はね、うん、まあ、それぞれの、まあ、ある実績もあるんだけれど、ね、うんうんうん、やっぱりメインとしているところが、まあ、さっきちょっとくんたくんの、その月影学と、うん、船岡崎じゃなくて小春音なんでね、はい、そういったところで、そう、ね、見てで視点を変えていただければ、うんうんうん、あのいろんなねそのキャラクターに視点を変えていただければと思いますので、ね、嬉しい、はい、ということで、あのこのクロゲストトークもですねもうすぐ終わってしまうので、早い、いや楽しかったね、楽しかった、なんか最後にヨッピーからもう一押しね、バトバトに、はい、ついてのこう宣伝というかね、知ってもらいたいなと思いますので、お願いします。はい、ということで、まあ、2017年の、うん、6月の27日から、うん、4月1日まで立候補会ホールにて行われております、うん、まあ、小劇場だからならではの、楽しさがあると思いますので、うん、ぜひぜひ間近でね、家族や絆を感じていただけたら嬉しいなと思っております。はい、はい、まだねお席も、はい、空いておりますので、そうですね、余裕がございますので、ぜひ何度も何度も見てもらえたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。伝わったかね、伝わる。この後エンディングです。船岡咲のさきっちょとちょっと一息。はい、21時30分からお送りしてきました船岡咲の先っちょとちょっと一息、早いものでもうエンディングでーす。はーい、はい、ゲストの長谷川よしこさん、いかがでしたか？いやー、すごい楽しかったんで、まあ、次いつだっけ？そうね、7月あ、7月、あ、わかりました。あ、じゃあちょっと後で一応に入れてください。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ、すいません。ありがとうございます。はい、あのですね、ここで船岡崎からお知らせがあります。大切な、この番組も3回の放送を終えて、なんとついに初の公開収録が決定しました。わー、初出し情報です。すごい。なので公開収録のお知らせをさせていただきます。タイトル、船岡崎の先っちょとちょっと一息、初の公開収録スペシャル。日程は2018年7月29日日曜日14時から15時となっております。会場はワロップ放送局3階ワロース大丈夫、はい、というところで、あのホームページを見てもらえば分かるのでね、はい、チケットは3000円となっておりまして、当日券のみの販売となっています。来場特典としてですね、ツーショットチェキがついてきます。お得や。はい、よろしくお願いします。そして次回放送は7月20日金曜日21時半からを予定しております。放送当日19時までにメッセージを募集しております。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ちょっとすべて読めなくてすみませんでした。はい、メールの宛先は mail@wallop.co.jp、 mail@wallop.co.jp までお待ちしております。そしてですね、個人的な告知として、来月はいよいよもう弾丸論破が始まります。もうすぐあの弾丸論破の稽古も始まりますので、この夏は大忙しで頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。ヨッピーの
チャチャがうるさかった、けど言えた、黙ってた方だね、よくこらえましたね。いや楽しかった、楽しかった、なんかほんと楽屋のテンションと変わらないテンションで、何でも変わんなかったね。結構楽屋で出し尽くしたし、そうそうそう、どっちが本番か分かんなかった、分かんなかった。ということで本日のゲストは橋川よしこさんでした、ありがとうございました。